こんにちは、アムスタッフの小太郎です。今回は自衛団20年秋冬のアイテムをご紹介したいと思います。それでは着用からいってみます。はい、こちらがフルーツオブザルームとのコラボのロングスリーブ T シャツ着用してみました。全体がこんな感じになっております。はい、で今僕が着用しているのがサイズ1となっております。で僕の身長が170センチで体重55キロでこのようなサイズ感となっております。はい、でこちらのロングスリーブシャツがジェダが定番で出しているこちらフルーツオブザルームとのコラボのロングスリーブシャツとなっております。でサイズ感的には僕が着ているのがサイズ1なんですけど、結構身幅にもゆとりがあってこのようにドロップショルダーとなっているので、サイズ1でも結構ゆったりめに着ていただけるんじゃないかなと思います。首元とか袖のリブもしっかりついていて、本当に着回しの効く一着だと思います。で今こちらスラックスにタックインして着用してるんですけど、一応出すとこれぐらいの着丈となっております。着丈はそこまで長くないので、僕ぐらいの身長の方だったらちょうどよく着ていただけるのがサイズ1じゃないかなと思います。でもうちょっとオーバーサイズに着たかったらサイズ2でもいいんじゃないかなと思います。はい、続いてこちらが色違いのカーキ着用してみました。全体がこんな感じになっております。はい、で今度はこちらサイズ2を着用してみました。サイズ感的にはさっきよりかはこのアームホールが結構広めに作られてるかなという印象ですね。結構脇下に僕が着ると余りが出る感じですね。着丈はそんなには長くないので、全然サイズ1でも2でもどちらでも着ていただけるんじゃないかなと思います。はい、こちらがカラーブラック着用してみました。全体がこんな感じになっております。はい、でこちらもサイズが1となっております。はい、でこの T シャツはカラー展開がホワイトとこちらのブラックとあとさっきのカーキ3色で、サイズ1、サイズ2両方ご用意しております。でお値段なんですけど、こちら8500円プラスタックスとなっております。はい、こちらリップルクルーとリップルイージーパンツセットアップで着用していました。全体がこんな感じになっております。はい、でこちら僕が着ているカラーがブラックとなっております。でサイズは両方ともサイズ1となっております。でこちらの生地すごい特徴的な生地となっていて、このようにデコボコが特徴的なリップル生地を使用したクルーネックのスウェットとなっております。でこのようにカラーがジエダのオリジナルとオリジナルのカラーとなるリップル生地を使用しております。でこちらの生地なんですけど、冷温やナイロンを使用した吸湿性と吸水性の優れた生地となっているんで、めちゃめちゃ着心地はいいです。ですごいイージーパンツとスウェットなんで、すごい楽に着ていただけるんですけど、見ていただいて分かると思うんですけど、めちゃめちゃ高級感のある素材感となっております。なんで光に当たるとこのように光沢感も出る素材となっております。でスウェットのサイズ感としては着丈少し短めで、ドロップショルダーの少しオーバーサイズぐらいのシルエットとなっております。
まあ、結構アームホールも太めなんで本当に楽に着ていただけると思います。でこちらのパンツが特徴的なんですけど、このように一応フロントの部分にはボタンもついているんですけど、ボタンとチャックもついてるんですけど、内側にドローコードがついているので本当にイージーパンツとして履いていただけると思います。でパンツのシルエット的にはそんなに太身ではないので結構細身で、どっちかというと細身で作られているパンツだと思います。少しテーパードがかかったシルエットなんですけど、こちらの裾の部分がこのように結構深めにスリットが入ってるので、前から見たら少しフレアなシルエットのようにも感じれると思います。なんで本当男性が履いてもかっこいいと思うんですけど、女性の方が履いてもめちゃめちゃかっこいいと思います。で今みたいな感じに今ヒールブーツと合わせるんですけど、このようなヒールブーツともめちゃめちゃ相性がいいですし、革靴なんかと合わせていただいても履けるんじゃないかなと思います。それぐらい高級感のあるセットアップとなってます。はい、こちら色違いのバーガンディ着用してみました。絶対こんな感じになっております。はい、でこちらも両方ともサイズ1となっております。でお色的にはワインレッドのようなお色となっております。はい、こちらリップルカーディガンのブラック着用してみました。全体がこんな感じになっております。はい、でこちら生地感はさっきのスウェットと同じような、全く同じの生地を使われております。でシルエットとしては結構ジェーダっぽい身幅広めで、少し着丈が短めのシルエットなんで、こんな感じに肩を少し落として着ていただいてもいいですし、普通に着ていただいてもすごいかっこいいんじゃないかなと思います。でこちら春先や秋には T シャツの上から羽織って着ていただいてもいいですし、冬にはインナーとしても着ていただけるので、本当に年中使っていただける幅広いコーディネートを楽しんでいただけるアイテムとなっていると思います。本当に生地感がこのようにすごいきれいめな生地になってるんで、このようなゆったりめのシルエットでもめちゃめちゃかっこよく決まるんじゃないかなと思います。こちらフロントにはボタンが2つついております。でポケットなんですけど、こちらが両方ポケットがついている形となっております。はい、こちら色違いのバーグンディ着用してみました。絶対こんな感じになっております。はい、でこちらもカラー的にはワインレッドのようなお色となっております。でさっきのこちらのスウェットと生地は同じになっております。で今着てるのがサイズ1でこのようなサイズ感となっております。はい、でこちらお値段なんですけど、こちらのクルーネックのスウェットが両方とも2万1000円プラスタックスとなっております。でお色がブラックとこちらのワインの2色でサイズが1となっております。でこちらのイージーパンツが両方とも2万5000円になっております。でサイズが両方とも1となっております。でこちらのカーディガンが2色展開でお値段が2万5000円プラスタックスとなっております。でこちらも両方ともサイズ1となっております。はい、こちら TC フラップシャツ着用してみました。全体がこんな感じになっております。はい、でこちらのサイズが1となっております。でカラーがブラックですね。でこちらのシャツ特徴的なのが、
このように右側のフロントがこのようなレイヤードの形になっております。で、こちらの腕の脇の下の部分がこのようにこちらもレイヤードのデザインとなっております。で、バックの部分がこのようにヨークデザインとなっていて、全体的に見てはトレンチコートのような雰囲気のシャツとなっております。で、生地感なんですけど、このように肉厚のコットン生地を使用しております。なのでしっかりした生地なので、 T シャツの上からこのように羽織物として着ていただいてもいいですし、前のボタンを閉めていただいて冬場はインナーとして使っていただくこともできると思います。で、一応フロントのボタンなんですけど、このようにミニマムなボタンとなっていて、閉めたらボタンが隠れるようなデザインとなっております。で、こちらのレイヤードの部分なんですけど、ここにボタンがついているので開けて着ていただくこともできますし、閉めて着ていただくこともできます。同じようにこちらのガンパッチにもボタンがついています。はい、こちらがカラーベージュ着用してみました。全体こんな感じになっております。はい、で、こちら今度はサイズ2を着用してみました。さっきのサイズ1よりかは着丈が長めで、アームホールも少し太めに作られている感じですね。なんで170ぐらいの人だったらジャストサイズに着たかったらさっきのサイズ1でいいと思います。はい、で、こちらお値段なんですけど、ブラックとこちらのベージュ両方とも21,000円プラスタックスとなっております。で、サイズは1と2両方展開しております。はい、こちらがハンドステッチストライプシャツ、サイズ2、こちらがベージュ着用していました。全体こんな感じになっております。はい、で、こちら今着用しているのがサイズ2なんですけど、このようなサイズ感となっております。で、こちらのシャツの特徴的なのがこのようにフロントとバックの部分両方にステッチが施されていて、で、このステッチによって左右のアシンメトリー感が表現された一着となっております。で、サイズ2なんですけど、このシャツだったらこのぐらいオーバーサイズに着た方がかっこよく着れるんじゃないかなと思います。で、結構着丈も長めでアームホールも太めなんですけど、めちゃめちゃかっこいいですね。多分これ1枚ですごい存在感のある1枚だと思います。で、全然これからの季節に T シャツの上に羽織物として羽織っていただくこともできると思います。で、このように左右に深めのスリットが入っているため、歩いてると動きが出るんで軽やかな雰囲気もあると思います。はい、こちらお色違いのネイビー着用していました。全体こんな感じになっております。はい、で、こちらもサイズはサイズ2となっております。で、さっきと違うところが、こっちはステッチがこのように赤色の糸へ縫われております。で、こちらお値段なんですけど、ベージュとこちらのネイビー両方とも24,000円プラスタックスとなっております。で、サイズ展開が2のみとなっております。はい、こちらがベルベットオーバーシャツのブルー着用していました。全体こんな感じになっております。はい、で、こちら僕が今着ているのがサイズ1となっております。
で、こちらのシャツ特徴的なのがこのように見てわかると思うんですけど、ジェダの特徴的なオーバーシルエットで作られたシャツとなっております。なんで結構後ろ身頃とか着丈も長めに作られていて、肩もドロップショルダーになっております。で、生地感なんですけど、このようにコットンを使用したベルベット生地を使用しております。で、こちらのお色なんですけど、こちら浴衣などに使われる伝統的な籠染めという手法でお色を染めております。なのでこのようにサイズ感はオーバーシルエットでゆったりした感じなんですけど、生地感がすごいきれいめのシュッとした生地感となってるんで、すごい着ていて高級感を感じるような一枚だと思います。なのでもちろん冬場にアウターのインナーとして着ていただくこともできますし、羽織で使用していただくこともできると思います。すごい着回しの効く一枚だと思います。で、こちらお値段なんですけど38,000円プラスタックスとなっております。で、当店ではサイズ1、サイズ2両方ご用意しております。はい、こちらがフレアスラックスのブラック着用していました。全体がこんな感じになっております。はい、で、こちらのサイズがサイズ1となっております。で、カラーがブラックとなってます。で、特徴としては裾が一応名前にある通りフレアになってるんですけど、めちゃめちゃフレアなわけでもなく、ちょうどいい感じなんで、結構いろんな人に履いていただけるパンツなんじゃないかなと思います。で、今みたいな感じに T シャツとシンプルにタックインしてこちら履いていただいて、このようなヒールブーツや革靴など履いていただいたら決まるんじゃないかなと思います。本当に使い勝手のいいパンツだと思います。で、こちら素材感もコットンを使っているため、すごい履き心地のいい素材感となってます。はい、続いてがこちらウエスタンベルト紹介したいと思います。で、こちらのベルトが以前のシーズンでジエダが出していたデザインになるんですけど、こちらのバックルの部分がウエスタン調になっているカウレザーを使った編み込み状のベルトとなっております。で、このように金属部分にはウエスタン調のデザインとなっております。で、特徴としては編み込みのベルトになっているので、本当にレディースでもメンズでも着用していただけるアイテムとなっております。フリーサイズなので全然女性の方でもつけていただけると思います。で、こちらこのようにちょうどいい具合に余るので、もちろんこのようにベルトループに通していただいてもいいんですけど、このような感じに出してつけていただいても、このように T シャツのその下から出る感じがすごいいい感じじゃないかなと思います。で、お色の展開がこちらまた素材違いになるんですけど、こちらの素材は今シーズンからの新しい素材となっております。で、こちらがこのようにスウェードのカウレザーを使用しております。こっちのレザーは結構光沢感があるようなレザーになってるんですけど、こっちの質感は少しマットな質感となっております。で、お色がこちらのブラックとブルーとこちらのスウェードベージュ、こちらの3色で展開しております。で、このベルトと
こちらの金属部分のデザインは同じようなウエスタン調のデザインとなっております。本当にこちら年中つけていただけるアイテムなんで、1個持ってたらすごい便利なアイテムだと思います。はい、でこちらお値段なんですけど、こちらのスウェードの素材となってるベルトが12,000円プラスタックスとなっております。で今つけてるこちらプレーンのタイプのベルトが10,000円プラスタックスとなっております。はい、こちらがギャバジンダブルニースラックス着用していました。全体がこんな感じとなっております。はい、でこちらお色がワインとなっております。で特徴的なのがこの膝の部分なんですけど、膝の部分がこのように生地の上からまた別の生地で縫われていて、この部分にはボタンのスタッツがついております。でさっきのフレアスラックスとは違って結構太めのシルエットとなっております。そんなにめちゃくちゃ太めというわけではないんですけど、こちらもちょうどいい感じのサイズ感だと思います。で今こちらシャツと合わせてるんですけど、こんな感じのオーバーシルエットのシャツと合わせていただいたらすごいかっこいいんじゃないかなと思います。で一応バッグの部分にもこのように2つポケットがついてるのと、あともう一つ右側だけここにポケットがもう一つついています。結構こちらも幅広いコーディネートを楽しんでいただけるパンツじゃないかなと思います。で今僕が履いてるのがサイズ1となっております。で当店ではサイズ1と2展開しております。はい、でこちらお値段なんですけど29,000円プラスタックスとなっております。はい、以上で着用終わりたいと思います。こちらの商品オンラインストアでもご購入いただけますので、よかったらチェックしてみてください。それから YouTube チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。 Instagram もやってますので、よかったらフォローしてください。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。